俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、PC 版またまたアップデートが来たんですよね。3連発でアップデートを入れると。連休前なんで、いろいろ様子を追加しておいて、時期をやり越そうみたいな。そんな感じだと思うんですが、今回はその内容についてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれども、まずですね、イベントの方ですね、とか、イベントの方しかもう今回話すことないんですよね。先に言いますけれど、春節ガチャはまだ実装されておりませんが、実装は確定してます。なんでかっていうと、イベント予想を見ていくとわかるんですけれど、2つ実装されてます。今のところは新年パーティーとマイトピア祈願というのが実装されてまして、どちらにもですね、こちらにもありますが、春節限定ガチャ、2021年春節限定ガチャのアイテムをランダムに一つゲット。というわけで、新春の旧正月のガチャってのは実装、予定されていることがここでわかるわけですね。ただまだ実装はされてないです。au&美人のガチャを実装したばっかりなんで、実装は来週ぐらいになるんじゃないですか。来週か今週末かどっちかになるんじゃないかなっていう風に僕は予想してます。で、一応こちらの方を話していきますけれど、新しいイベントの方ですね。MK5 の方がですね、新しく A ミッションをすべてコンプリートすることによって、もらえるようなイベントですね。それが来ているという風な形になってますね。はい。で、今回のイベントに関しましては、まずこのミッションの方をクリアしていくんですよね。はい。通常バトルで100点ダメージか、物資箱を5つ開ける。通常バトルでトップ5に入るっていうです。はい。で、こちらと出ます。この要素をですね、クリアしていくことによってですね、お守りが手に入るんですよね。はい。そのお守りを手に入れた後ですね、人のマイトピアに入って、そこで祈願をすると、祈願をすることによって、ポイントが蓄積されるんですよ。で、その蓄積したポイントが溜まっていくと、右上にですね、木が出てると思うんですけれど、この木が手に入ります。で、木だったりとか、なんやかんやですね、祈願をしていくことによってですね、最終的に、真ん中ぐらいに映ってますが、MK5 が手に入ると。プラス、祈願するたびに、今出したような、春節のガチャとかが手に入るという風な形になっているわけですね。なんで、要は、通常入って、ミッションこなして、そのマイトピア行って、いろいろなんか、お祈りすればですね、ガチャもらえるっていう感じなんで、来たらですね、皆さん、していくといいんじゃないでしょうか。そして、プラスですね、もう一つ、先ほど言いましたように、新年パーティーというイベントを実装されています。ポイントを貯めていくことによってですね、先ほど言いましたような、春節限定のガチャだったりとか、あと栄光勲章のかけらとかですね、ここら辺がもらえるという風な形になってます。よりポイントを貯めて上のアイテムを手に入れましょうね、みたいな、そんな感じになってます。で、毎回ですね、毎日3つの料理を作ることによって、左下にですね、ありますプレゼントボックスの中身を受け取ることができるという風な形になってます。料理ポイントの方は、ログインするだけでまず3ポイントゲットできるのと、通常バトルにシングルで参加するだけで料理ポイントを同じくゲットできると、10回まで達成することができます。プラス、フレンドとチームを組んで通常バトルをすることによって、7ポイントゲット、これも10回可能と。いう風になってます。要はなんやかんやですね、人と通常したりとか、シングルで通常することによって、ポイントを貯めてですね、上の料理を完成させましょうねと。料理ポイント、一つの料理につき10ポイント消費するというわけで、1日30ポイント貯めておけばいいといった形になっておりますね。はい。そんな感じのミッションね、こなしていけば、ガチとかアゲラとか、勲章とか、もらうことできますんで、通常ね、回されている方は、実装されたら、ぼちぼちやっときゃいいんじゃないかなと。おそらく2月の4日にスマートフォン版のアップデートも来ると思いますんで、そこに備えてですね、皆さん準備しておくとじゃないかなと。準備っていうか準備することはないんだけれど時間を切るぐらいですかね。はい。春節のガチャ早めにですね無料に引きたいなっていう方はやってみるといいんじゃないでしょうか。はい。というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、トレース疑惑はマイトピアにもあります。設定の反射材質効果をオンにして窓ガラスや黒色の家具に近づくと高層ビルが映っているのが見えます。無人島のはずなのにと、コピってきているんでしょうね。何をコピってきているのかちょっとでも微妙なところではありますね。フリー素材なのか、それともその一応ですね、クワコードネットイースの本社っていうのは結構都会にあります。ですので、そこら辺の適当なですね、自分ところの壁写真で撮ってそれ使っている可能性ってのもあるんで、一概には言えないですね。はい。トレースイコール絶対悪いというわけではなくて、他人の著作物を勝手に使っていたらアウトですよっていう感じですので、結構日本の最近の流れで言うとトレースに対して厳しすぎる部分はあると思うんですが、どうせやったら大丈夫なものを使ってほしいかなっていうふうに、僕は思いますね。はい。クワコード運営は昔ですね、PUBG のグラフィックだったりとか、銃とかのですね、設定とかを、そのまま流用して持ってきておりました。バチバチのその、著作権侵害をされていたわけなんですけれど、これに関しましても、もしかしたら、他のゲームのグラフィックをそのまま流用している可能性というのは十分あると思いますね。
で、次ですね。次のコラボって何が来そうですかね。予想してほしいですと。コラボレーションちょっと今読みづらいっすよね。2月中はですね、ほぼほぼコラボがないっていうことが分かっていますから。まあ、あるとしたら、まあ、2月のね、ほんと末の方から始めるぐらいで、ちょっと今、流れっていうのが読みづらい状況ですので、難しいかなっていうふうに思いますね。春に新しく始まるいろんなコンテンツをチェックしてみると、いいヒントになるかもしれません。で、次ですね。乃木坂コラボの配信で、斉藤飛鳥さんと与田祐希さんが使っていたアカウント、乗っ取られていますよ。どうなってんだ、公約行動と。まあ、イベントとか、まあ、そういうライブとかでですね、芸能人の方とかに使っていただいたアカウントって、終わった後僕消せばいいと思うんですけどね。消した方がそのトラブルに繋がりづらいと思いますし、まあ、今後例えばそういったアカウントを使って、今回ちょっと公式の企画で、こうこうこういうことをしてるんですよね。だから今回、〇〇さんが使っているアカウントの方を少し私に貸していただいてもよろしいでしょうかみたいな感じでやってから、アカウントを乗っ取るようなですね、新しいその犯行っていうのも、やろうと思えばできるわけですし、トラブルの元になりますから、消せばいいと思うんですけどね。まあ、そっから逆にですね、まあ、相手のですね、端末情報とか、まあ、そこら辺を抜き取ってですね、捕まえるためにわざと泳がせているっていうのはもしかしたらあるかもしれませんけどね。企業側のアカウントを乗っ取っているっていうことなんで、まあ、業務妨害だったり、そういうのにですね、繋げられてしまう可能性はありますので、そこで泳がせてから一網打尽にするっていうのは悪くないかもしれません。で、次ですね。今までスキン使っていなかったのに、最近使っているのをよく見るけれど、心境の変化とかあったのかね？ないです。で、次ですね。目の数が足りてませんが、おそらくアニメ版のリリースですね、と。まあ、そうですね。マイクラで作ったんですよ、リリース。作って、コミュニティ欄に投稿したんですよね。まあ、最近ね、ビルでもで参加型でマイクラしていてですね。まあ、入りたい人は勝手にビルでも来て入ればいいと思ってるんですけれど、まあ、リリース作るときにですね、本当は右も左も目3つなんですけれど、左側にですね、目をね、3つ置くと、どうしてもその、足りないんですよね、ブロック数が。とすると足りないんで無理やり置いても不自然になりますし、まあ、遠くから見て合ってればいいかなと思って今回目が6つじゃなくて5つになってますね。で次ですね、課金するほど弱くなるゲームなのでと、まあ、このコメントとは関係ないんですけれど、よくですね、課金勢ほど攻略行動あんまり強くないよねみたいな、そういうコメントって見受けられるじゃないですか。あれって面白いですよね。まあ、課金しているプレイヤーって大抵その仕事をされていて、そして課金額が多い方っていうのは、まあ、結構ね忙しい社長さんだったりとかするじゃないですか。そんなにちゃんと攻略行動をする気もないですし、荒野行動をする時間もないですし、わざわざそのゲームに入れ込んでやる、そんな気もないようなプレイヤーが、まあ、適当に遊ぶためにですね、お金を入れてるんですけれど、まあ、そういったプレイヤーにマウントが取りたくてですね、どうしてもその時間の部分で張り合ってしまうみたいな、まあ、学生と社会人の、まあ、その身分の違いっていうのを知らずにですね、そういうコメントされてる方多くて、荒野界隈、ものすごく面白いなっていう風に思うことがありますね。まあ、でも荒野行動のスキン、ちょっと話戻しますけれど、あんまりね、レアリティの高いスキンってやっぱり強くないですよ。基本的にやっぱ目立つように作られているんで、まあ、目立たなければスキンを買おうっていう風にも思いませんから、例えばすごい光ってるとか、例えば尻尾があって目立つとか、例えばマントがビラビラになっていてすごくですね目につくとか、まあ、そういうのがあるからこそ、まあ、欲しいなっていう風に、目立つから欲しいなっていう風にいろんな人思うわけなんですけれど、反面まあ弱くはありますんで、ある意味荒野行動、服に関しましては無課金に優しいのかもしれないですね。で次ですね、2アカウントで5000円ずつ枕狙うのどうですかと。まあ複数アカウントを使うぐらいだったら、それでマクラーレン狙うんだったら、リスムラした方がいいっすよ。